皆様こんにちはシャロームの時間でございます。今日は日本キリスト教団の牧師であられるタマナハ先生、私が毎月ねあの主礼教会日本キリスト教団の主礼教会で総天礼拝をしております。タマナハ先生今日はお呼びしております。今日は。 ね、先生も一緒に、はいえー、5時までやりますので皆様よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ます私はシャロム精霊協会の牧師国吉陽子でございます。はい。中川美代、ワンノゼ、タンナワンジ、ヤビン。私の名前は玉那葉正信と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい えっと、一緒に、えー、ユンタクの時間に、<laughs> シャロームの時間として、ゲストしてやっています。シロマと申します。あの、一時間、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はいえー、ね、台風は過ぎ去りましたけれども。うん、まあ、沖縄はね、それほど被害はなかったんですけど。うんうん、えー、先島ね、宮古、八重山、えー。久米島もですかね、うん、あの、少々。 ね、作物に被害があったようですけど、うんまあ、西日本の、ね、豪雨被災地、えーね、あのテレビ見てて大変、えー、この被災を受けられた方々本当に神様の慰めがあり励ましまた今後の,、ね、あのお力がまた増し加えられますようにと願いつつ、えー、シャロームの時間 持っていいいきたいと思いますすすが、うんえね、先生どうですか生そうででかそね、はい、まあ私も今日はあのここにラジオの番組に来ていますけど、うん、どうしてもこの自分の話をする前にです、ねうん、この西日本豪雨のために多くの方が、うん、亡くなられて、ね、2,000余の方々が亡くなられたと報じられています。ね またそのご家族や多くの被災を被られた皆様に神様の平安と癒しとお慰めがありますようにお祈り申し上げたいいと思いますす、うんうん、そうですね、うん、今回の西日本の、ね、豪雨の被災前の、ね、東日本の時も大変な悲しい思いをしましたけれども今回も、ね、本当にあの。 一瞬にしてご家族を、ね、亡くされた方にはとっては本当に大変なお苦しみがあると思いますが、えー、神様の、ねま、た慰めが励ましが、えー、心の平安がありますことを願いつつ進めていきたいと思います。 本当ねそのテレビを見てたらね、ええ、す,ねすごいもう本当に凄まじいですね、ええ、うすねもう見てるだけでも、もう目をこの顔を痛いたくなるぐらいの、うんはい、あんなすごい自然の力というのは、すごいですね、すねはい、恐ろしいですねそうですね、あの亡くなられた方がの200名とかね。 えー、まだ行方不明の方々もいらっしゃるということでね、うん、大変胸が、えー、締め付けられる思いなんですけれども、うんね、うどうぞあのう神様の慰めがありますことを願っております。うねうん、またあのこのの前そうです、ね、日本あの2018年度の 日本の人口がね、えー、減ってきているということですね。37万も減ってきているということでね、えー、全国で1億2520万。 9603名ですね、うんえー、37万4千0 0余りもね、うん、あの人口が減ってきていると言いますけどね、うん、その中にあって沖縄はね、うん、ちょっと増えてますね、うんはい、沖縄は144万4226人ってこの間新聞に出てましたのでねそれを覚えてました、うん、はい <laughs> 2914人増えているということでね、唯一本当にあのあれ、あの沖縄県も <laughs> 大変あの喜びに満たされていますけど、一番増えているのはまた東京の中心地でもね、うん、あ,あの7万2千 あまり増えているで中心にあの、えー、中心の方にね、うん、あの流れていく、うん、そういう中で、うん、福岡県がね9万余り約10万近くね9万9 8 9 0人増えて長崎県沖縄県と続くんですけどねそういう。う ね、あの素晴らしいまた、ね、人口増えているところもありますけど希望を持って進んでいきたいと思いますね、うん、赤ちゃんもたくさん、ね、あので住みよい社会になって、ねうん、あの政治家の人たちにも <laughs> お願いしたいですね、うん、住みよい沖縄、うん、住みよい日本に考えていただきたいなと思いますね。 まあ、そういうことで今日はせっかく玉縄先生いらしてますけど玉縄先生はあの沖縄のちょうどあの中心ですかねギノワ湾市のセミナーハウスでもね、うん、聖書の御言葉をばを内ぐ口で勉強会っていうんですか教、うん、えてらっしゃいますね、うんうん、そういう先生を今日あの一緒にいらしてますがまああの。 玉先生は高校2年生の時に洗礼を受けられて今の日本キリスト教団の中里牧師今首里教会のね中里牧師沖縄の日本沖縄教区のまたあのキリスト教大学を作られた牧師ですね。その先生から ここ2年その時に洗礼を受けられたとおっしゃっていましてその先生と毎月私たちね <laughs> あの祈祷会祈祷会も超教派ですね、はい、いろんな成功会の牧師、えー、司祭ですか <laughs> もあのいらして、はいえー、そういう教団教派を超えて交わり祈り会。ね 朝の7時ですね時から、はい、まあ遠くからもねいらしてあの祈りをしておりますが私もその中に、うん、前私もこの日本キリスト教団の宗教会にいましたので,、うんでね、大変生きやすく私も毎月参加しておりますね、うんうん、そういう中であって、えー、玉縄先生とも交わりがありましてねあのラジオのことも言いまして先生 お気軽にいらしていただいて <laughs>、ね、はい、あの、ね、多くの人にね。あの福音、またか、あの神様の御言葉のね。聖書の御言葉の素晴らしさをえー、共にあの広めていきたいということで,ではい。あの今日いらしてくださいましたので、先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい、うん、それじゃあ,あの、うん、今ご紹介に預かりましたあのタマナと申します、うん、まあ5月に私は初めてこのここにラジオの前に座りましてね、はいはい、と言いますのはあのこの前も少し申し上げましたようにハワイにいた時に向こうの,あの日本語のラジオ局で呼ばれてですね、うんはい、向こうであの放送したことが。 沖縄で聞いた方がおられて帰ってきた時にねあなたの話聞いたよというもんですからね <laughs> これラジオの働きというのはすごいなと思ってこの国吉牧師がこの n f m の,この番組をご紹介された時ねもし僕が少しお役に立てばということで。 まあ5月に初めて来ましたまあ今回2回目で少しあの今日はまあ前回はですね私があのどういう家庭に生まれたかまたどういうふうにクリスチャンになったか牧師になったかまあそういうあの話をしたわけですけどまあ今回は先ほど言いましたようにあのまあ僕はですねあの内永口に まあ興味があるといいますかねこのそういう環境に育ったもんですからそしてあのまあ外国にちょっと留学する時がありましてね、うん、そこであのウ,ィウィックリフという団体であのちょっと奉仕する機会の時に、うん、そこにはですね世界からの,あの将来宣教師になるための 養成学校だったんですよ、うん、その方々はですね、はい、もう60人ぐらいあの世界からあの検診者が来られてえそしてあの世界の,あのまだ言語化されてないあの地域ですね、うん、主にま,あまだ開発されてない地域になるわけですけどね、うん、そこにあの使わされるんですよ、うん。まあそそののためにあのその 人たちの訓練にあの役立つためにひとぎぐらいあの関わったもんですからね、うん、その時にあや沖縄には沖縄の言葉があるのにまだそのいわゆる琉球語とか内縄口とか島言葉とか方言とも言われてますけどね <laughs> その沖縄の言葉であの聖書が作れないかというそれにあの興味 今日はも<ー>持った次第なんですその後はあの沖縄に帰りましてね早速その沖縄口で聖書できないかということで、まあ、私たちの,あの先祖がですねすでにあのこの手本を示してくれたんですよ。うん、ですが今日はそのことを皆さんにあのお知らせするだけでもね、うんうん、大きなあの。 皆さんに、あの、プレゼントができるんじゃないかと思いましてね。ここに来ております。え、まあ、玉名先生もね、今、あの、おっしゃる通りに。えー、玉名先生のお父様が、クリスチャンでね。えー、そうですね、うん。玉名先生のお父様は、えー、テリアカンパン。 僕氏から洗礼を受けられて先生ででで代目のクリスチャンなんすすねじゃあもちろん奥様もあのクリスチャンで世界に羽ばたいて<ー> <laughs>、えー、来られた先生なんですけど、うん、まあその先生ね信玄、まあ、から。 えー、今日のうちなぐしで、でね、はいあの、えー、ちょっと教えていただきたいなと思ってますので、新約の一章七節ですね。七節を、うん、これですか。えーえー、はい,い,い。いいですいいです。はい。一章の七節。ちょっと私が読みますね。うんえー、私のは新海約聖書ですけど、新、え、約、ー、の 1> 1章7節主を恐れることは知識の始めである」「愚か者は知恵と訓戒を下げすむ」今お読みしました聖書を先にまあ申し上げるわけには、うん、この背後のですね、はいえー、まずそれを申し上げる前に、うん、それがどういうふうにあの、まあ、そこまで あの至ったかについてね、うん、これ申し上げないと、きっとあのいけないと思います。そのことをね、はい、まず申し上げたいと思います、はい。はい、あのまあ私たちにはあの沖縄の教会、明治時代、大正、昭和というにあの沖縄の教会があの歴史を生きてきたんですけど、はい、うん、その中でですね、本当にあの教会のこの牧師や あるいはあのクリスチャンたちが社会に大きなあの影響を与えたんですん、まあ、これから私が申し上げる方はねいわゆる有名人でではないんですだから教会の中では知られてもあの一般の社会ではねうん沖縄の社会ではあの知らないんですけどもうん例えば私たち一般的に明治の中で あの活躍したといえばあのイフユーという先生がおられます、ね、<laughs> まあ大体沖縄の歴史、えー、文学この沖縄の文化をあの愛好する方はねこの沖縄学の父と言われてる伊波先生のを知らないとね、うん、もう前に進めないというそういう先生はまあ一般的によく知られてるんですけど。 同じ同時代、まあ、同時代というよりも少しあのあの後の方なんですけどね、うん、その時にあの教会に大きな影響を与えた荒垣、えー、新一牧師という方がおられるんですよ。その方はですねあの、まあえー、生まれはですねあの西暦は1882年。 7年明治でいうと20年なんですけどね面白いことにですねあの当時はあの昔ですよその当時はですねあのいわゆる西原まじりにとというところがあったんですよこれはどこかというとですね今で言えば首里の西洋市なんです。 うん、そこでね、農家の長男として生まれたんですよ。ああ、うん。ええー、荒垣牧師は。ええ、荒垣牧師はですね。ええ、それでですね、あの、この方は、あの、思案学校に行って。うん、もう、あの、当時の、じ、尋常小学校の、あの。訓導というんですけどね、訓導というのは何かというとね、あの、小学校の教師という意味なんです。うん、技能案とかね。はい。 小学校であの、はい、教鞭を取っているんですね。<ー>その人、うんえー、この尋常師範学校の時にあのクリスチャンになるというか影響を受けたんです、ね。首里、はい、生まれですからね首里、はい、であのその,おおこの牧師からですねおちょうどイハ、えー、という家という イエというあの牧師の影響を受けてですね、はい、まずあのえっとそこの牧師の名前はどこにありますかね、はい、その牧師からあのえあのあのあの宣伝を受けるんですけどね、うん、当時のですからあのキリスト教というとあのイアフーユーとかですねうん、うん、それからあのアメリカのメソジスト教会のシュワルツル宣教師とかがおられてねうん、うんはい そういう方々の影響を受けてね、うん、あの東京の方にあの行くんですよ、うん。そしてあの東京でも教員をしながらですね、うん、その淀橋というところなんですけどね、うん、そこのあの新学者のあの長高生としてあの牧師の準備をねしたと言われますね、うん。うん、荒垣新一牧師がですねう。 そして沖縄に帰ってですねあのちょうどあの先ほど言いましたようにこの家というあの先輩牧師のねがあのこの方をそういうあのまあ勉強してもう少し整ったもんですからねあの教会の技をあのするようにというあの助言でですねあの教会活動がね始まっていくんですよ。 そうですか。この方はあのですね。あの59歳まで。あのおはおはたおはたら気になられてですね。本当はあのもっとあの活動して欲しかったんですけど、あの八重山にあの行ってそこのマレアにあのかかってね。そこであの召されたというあの歴史がありますね。じゃあその。 荒垣先生の、ええ、その信玄、えー、のお話しする前に一曲、ええ、そうですね 1> 1曲を聞いてからねこれはですねせつ、ええ、あのいわゆる讃美歌の日本語の讃美歌をこの荒垣牧師が内田口にあの翻訳したね、うん、天に宝。 いいうのにな沖縄のネックリスチャンよくね歌う賛美歌ですけど、うんすね、よろしくお願いします。 はどこから来たのか何のために生きるのかそしてどこへ行くのかどうしても知ってほしいこと世界のベストセラー聖書に答えがすべてあります神様からのメッセージだからですシャローム精霊教会はモノレール首里義母駅の近くにありますあなたの声を 聞きたいですのでお待ちしています電話番号は098-887-2621 098-887-2621です毎週日曜日10時から子ども礼拝10時半から大人の礼拝がありますその後お食事をしながらコミュニケーションして楽しく和やかな雰囲気で交わるよう持っています共有しませんか一緒に <laughs> はい、どうぞお待ちしてます。お待ちしております。はい。えー、今日は玉男先生のね、あの内縄口で真言の一章の七節をあね、あのお願いしますね。うん、もう一度あの聖書を読んでから内縄口しますか。あの、はい、もう少しですね。<laughs> その参拝のこと。を やってかからしましまょうかああというのは時間が少しね、はい、あるようですのでね、はい、いいですか、はい、えと今のですね、はいあの「天に宝」の歌詞をあの申し上げましょうね、はいえーうん天「天に宝千、はいえーうん、だるわんや」「漢詩ゆる首やる」「エスにたゆむうぬゆる首」イチャや「いちゃしちくさりゆが」 2番は、救い主の手柄にゆて、おりしゃるミとなたん、しはううさる、くのゆやしが、み国のくくちやて。3番、主や我が歌、我がゆるくび、ただひつちの救い、はまちちぎら、しきんに、くのゆかるうとじり。 まあこれはあの日本語の賛美歌にあるわけですけどあの荒垣牧師がですねまあ明治大正の時代は沖縄の教会もあのまあ日本の一県としてえ同じようにですねあのまあ日本語というかまあ教会ももう日本からの牧師が来てあの同じように形成されていたんですけど しかし沖縄の人たちはですね、うん、やっぱり親父,母父,父先祖から「内ちなぐち」というあの言葉をあの引き継いでねまあきっとね那覇辺りでもあの都会でもうちなぐち今で言えば島言葉であの会話されたと思うんですね、うん、だからここはあの日本の一県日本の国であったとしても内縄の沖縄の文化はね やははり本土とは違うんじゃないかそういう中でこの聖書の言葉をどういうふうにしたらあの皆,さんに皆さんの心に伝わるかですね,そう,ねそういうことを願ってあのまあ要するに日本語で歌われた賛美歌をわざわざですね内縄口に翻訳してあの全部じゃないんですけどね500あれば500みんな。 口に翻訳したわけじゃないんですけどうん、うん、よく歌われる賛美歌はねそういうふうに翻訳しまた創作もしたんですよです,、ね、ですからこの荒垣真一という牧師はねうん、うん、そういうあの音楽にも造形があってねうん、うんまあ後からそれじゃまた聖書のお話をしますけどねうん、うん、本当にあのこの方はまあ教会では知られているんですけれども。 一般的にはねイヤフユーユう先生とは違ってですね、うん、あの一般的にはあの知られてないんですよ、うん、けれども私が今からですね今私たちのうちはあのち縄口のブームになってますよねブー,ブームで終わらせてはいけないんですけどねこの,このことはすでに明治時代のこの教会の人たちがね それを大事にしたということがわかります。それでですね、あのまあ先ほどからあの聖書真言のあの一章をね、あの読んでいただいていますけど、そのことを皆さんと一緒にねこれからあの考えてみましょう。それじゃあですね、もう一度あの日本語あの日本語もいろいろな訳があるんですよ。あの今新解訳という。 聖書ですね、はい、あるいは交互訳という聖書とか、うん、あるいは今一番、まあ、新しいものといえば新共同訳になるんですけどね,ね、はい、あのそれじゃあ新開、はい、役で「新元旧約聖書」の「新元」というところの一章の7節の前半だけ読んでいただいて内側、はい、口でまたお読みしましょう。はい、お願いします。1章の7節ですね、はい 主を恐れることは知識の始めである愚か者は知恵と訓戒を下げすむはいそれじゃねありがとうございました皆さんにね翻訳というと普通はあの言語というのがあって初めに書かれた言葉をこれからあの今使われた言葉に訳するのがあの翻訳なんですけど、うんうん 今あの先ほど読んでいただきましたのはですねその荒垣牧師のやったのもですねもともとはあの文語体というあの聖書があるんですよ、はいはい、その文語だから新薬新薬新約聖書から訳したものじゃないんですけどねいろんな訳があっても真理はあの同じと言いましょうかねそういうことでですね あのこれはまあ沖縄皆さんがご存知のようにえ昔話とかことわざうちな苦我に言葉と普通言われてますけどねそのことわざが、ね、あるのはあのご障子だと思うんですけどねやはりあの当時の明,明治大正の教会の牧師がたちがねどうしてこの信玄を 口に訳したかといえば私の想像考えなんですけど、うん、当時のうちの中の中ではうちの苦我に言葉をすでにあのそれを知ってですね、うん、心にあの刻んでそれをあの格言としていわゆることわざとしてですね生活の糧としたと思うんですね、うん、そうするとですね、うん、そういうこの格言青春あの こクワニ言葉が聖書にもあるわけなんですよ。えーえー、聖書はね、内側のあのこの言葉材でもっともっとあの古いわけでね。でねだからどうしてもその神言をあの翻訳してね、沖縄の皆さんに特に方言しかわからない、品口しかわからない皆さんにね、うん、あの伝えようと思ったと思いますね。うんうん それでそれをまああの翻訳とは言えないんですけどねあの意訳といいましょうかねその意味を取って訳する「生訳」というあの言い方もありますし、うん、それをあのピックアップしてですね、はい、その中からあのピックアップしてそれを訳するということですね、はい。それじゃあ,あのこの信玄一生何節はね失わ、うん、口では何というふうにあの訳したかねあの申し上げたいと思います、はい。 二回申し上げましょうね神薄す性もんなれのもと神薄す性もんなれのもとこういうふうに訳されてるんです、うん、皆さんどういうふうに受け止めますか、うん、わ少しでも分かりますかね神を恐れるのはもんなれぬ、うん、も,もと 元というのはまあいわゆる基礎ですね。はじめとかね。では聖書では主を恐れることは知識の始めであると教えてますね。はい。あの先ほどね志村さんがおっしゃったように神をすりんというのはね神を恐れ敬うっていくことですね。神をですよ。そしてそれをまたもっとわかりやすく言うと神を信ずる。神は 信じるものであってね、ねどうしてもそれはあの私たちの生き生き方とね,ね深い関係があるということですね。うん、そうです。そうしてですね、うん、あのむん慣れということです。うん、これは皆さんむ、うん慣れって物事を習うということですね。うんうん、まあだいたいねこれはあの今内の口の辞書を見るとね,ねあの習い事となっているんですよ。うん まあ習い事というとねみんなが何か,、はい、か手習いというかね、はい、あるいはあの今で言えば塾みたいに考えられるんですけどね、はい、それであの十分あの意味をなさないんですよね。私はですねこの「むんなというのはね例えば「出儀作法ということもあるでしょ、うん、あるいは「常識」という、ねはい、常識をあの忘れてはいけないね、うん、そういうあの類じゃなくてもっとね 深いもの、うん、例えば人間がね一番大事にするものは何かということですよ塩山、うんうん、さんなら誰を一番大事にしますかうん<れ>もうちょっと変わるんだけど、ね、本当に神様をね本当に前はそうじゃない <laughs> 近頃その聖書を勉強するようになってねわあって思うと深みを知ったもんですからねまあ「むんなれ」ということはねこれは失う口では本当にねちょっとまあ親のゆしぐとというのもありますよねこれぐと親から言いつけられたことね要するにしつけというふうに要するに大切なことをね親に怒られたりね 物事はこうじゃないといけないというようなね、はい、そういうことなんですけどねこれを精神的と言いましょうかね根本的に解釈するとねこれは真理ということとなんです真理というのはねこれはどこにも通用する言葉ですよ内縄、はい、だけじゃなくて本土大和でもね世界のどこでもね、はいはい、そしてねもっとそれを分かりやすく言うとですね人間が一番大切なものは心。 もうこれはねよく考えればねあれ心とかねこの愛情情け、まあ、精神的なもんですね、うん、れののね本当の意味はそれなんですよもう決してね目に見えるものあるいは私たちがねすぐ欲しいものとかね簡単に手に入るものじゃないですね。 私は、ね、あのこのことをあの少しあの申し上げますと、ね、今、私たちの人間社会で、ね、一番あのみんなが求めているものは何だと思います、うん、普通の一般の人が、ねねうん、手軽にこれは、ね、もう誰がもい、うん、聞いても同じ答えだと思うんですねお金があれば、ね、人間はもう何でもできると。うん もうこれは幸せのね第一歩だと思うでしょう、うん、あるいはですねある人はあの教育とか学問ね、うん、立身出世というでしょう,、はい、もう今もねもう将来金を稼ぐためのねそれも方法の方法論の一つですけどね、うん、そういうものを今あの皆さん求めていると思うんですね、うん、しかし問題はですねそういういお金とかこれ 私たちが目に見えるものですよね。うん、教育とかそういう立身出社ね。うん、そういうので、果たして幸せになれるか、うん。そのことをね。うん、考えないと今日の言葉をね。うん、理解するのはちょっと難しいんじゃないかと思いますね。あの、もう今の時代ね。もう先ほど教育学問と申しましたけどね。今日本で一番。 最先端を言ってるのはねコンピューターとかねそれからロボットとかねそれからね人工知能これがねこれはみんなねこれで人間が幸せになるだろうと思ってね開発して目指してるんですけどね果たしてねそれじゃあこれで人間は幸せになれるか。 それが問題だと思うんですね今日の聖書はそれから考えるとね、うん、これじゃないんですよ、うん、人間が手に入れ,入れてね、うんえー、お金とかそれからあー学問とかね教育とか、うん、そして人間が作り出したそういうロボットとかねコンピューターとか人工知能とかね科学的なものねそれではね あの幸せはつかめない、うん、本当の幸せというのはこの神を恐れる真、うん、理をね、うん、ちゃんと受け入れると真、うん、理に聞くということね「ぶ、うん慣れ」というのはねべて、うん、の,の人がこの真理に聞いてね神様に聞いてその正しい道を歩むときに、うん、私たちはあのの、ね、神様の恵みを頂く。 「むと」というところはね先ほど言えた薄り性ムンナレーの「むと」ですね初めていうに訳されてますねあの日本語ではねもう本当の基本ですよね基礎土台ですね。この人間の心理のもとをね忘れて私たちはただ目,目で見える現象的なものにね頼ってはこれは根本的な 幸せにはなれないですよっていうのがね、うん。この、信玄の言葉と思います。そうですね。深さですね。信ずる。深さを。後で。ね。深さに。変わっていきますね。ただもう聖書というのは分かってるけど、中身は分かってるかというと、あんまり。 <laughs> 一般的には聖書という言葉は知ってるけどそ,その中身はどんなものであるか、はい、ということうう、はい、これやっぱり教会に行かないとわからないんですよ,ですよ、ね、この信、ね、玄、えー、を書かれたのは、うん、あのソロモンを あのダビデのね子であるソロモンが書いたと言ってますけどこの「伝道者の書」にもねあの同じことを結局のところ12章のね最後の方ねえことを書いてますね12章の13節え15節ですかねえ結局のところもうすべてが聞かされていることだ神を恐れよ神の命令を守れ。 これが人間にとって全てであると言ってますね神を恐れよそうです、ね、はい。このようなことで、えー、そして最後の方に神は善であれ悪であれ全ての隠れたことについて全ての技を裁かれるからだと、うん、裁きの神 <laughs> だからね、えー、全てを神の命令を守って 神を恐れなさいと教えてるんですね、うん、これが今日の御言葉神言の御言葉神を恐れることは知識の始めであると教えてるんですね愚か者は知恵と訓戒を下げすむと、うんうん、はい。今日の、えー、内縄口もねこの大切な言葉ですけど、えー 神を恐れるそして、うん、神を尊ぶこの知恵と訓戒を、ね、大事にしていくということが、ね、大切であると「うん、伝道者の書」にも書いてありますね。うん、結局のところ、うん、<laughs> もうすべてが聞かされていることだと、うん、神を恐れよ神の命令を守れと。うん これが人間にとってすべてであると教えておられるんですね。まあこういうことで、えっ、ー、とね、はい、うもう一曲はのう、悲しがあるでしょう。はい、あのう、やふりをしの石川豊寿を聞いてね。はいはい、もし時間があればあと一曲、はい、この曲を聞いて、うん、はい、お願いします。 ができるところ自分の居場所があるところ一人で悩まずどんな人でも来てください教会は私たちの,その自分づくり自分をあの探すにはやはり聖書だけ自分だけの勉強よりも教会,を教会でお勉強するということが本当にもう楽しくて人生が本当に楽しくなりますので。 シャローム精霊教会はモノレール首里義母駅の近くにありますで日曜日朝10時から子ども礼拝10時半から大人の礼拝をやってますその後お食事で交わりを持って楽しい雰囲気で、えー、とてもあの家庭的な雰囲気の教会です 皆さんの,あのお越しをお待ちしています1階の方は国吉不動産2階の方が教会で屋上には真っ赤な十字架が輝いていますぜひ皆さんのお声も聞きたいですのでお越しくださいお待ちしています,、はい、ます電話番号は098-887-2621 098-887 二六二一です。どうぞおこあお越しをお待ちしてます。はい、お,いお待ちしております。水曜日はまたね聖書の勉強会と祈り会などもね、そうですね。持ってますね。そして、はいえー、心ね重にを持っておられる時方のねためにもあの祈ってますし、うん、あこれ笑い。 って言うんですかそういうねあの病気の癒しなどもね、うん、お祈りしてますね、えー、どうぞあのお気軽にいらしてくださいお待ちしております、えー、さあ今日は、えー、ね日本キリスト教団の牧師玉川先生がいらしてますのでもう少しね、はい、あの今の曲 それじゃあ先ほどの賛美のです、ね「はい、道迷って牛ゆというよ、ね、にこの「道迷っているものよ」という意味なんですけどね、うん、このイ「いやふゆ」この「いやふ先生はね文学史と呼ばれてたんですよ。うん、ですからこの「いや先生」がこの翻訳した これはね、名訳と言われて、酸味なんですよ。<ー>ちょっと、あの、お読みだけ、あの、歌詞をご紹介しましょうね。道迷って牛よ。理解を戻って。わした。阿弥じの親うやゆうがま。ちみとがや、悔やむ。くくるりしど親から、知りたる。宝でもの。二番はね。 道迷うてうしゆ理解をもどっていすじテがイスジワガウヤヌ、ウスバイチャイ。マコトニチみららラタやしらにどヤ、しりみせんム、番はね道ン。サてうしよ理解をってにくゆビチマユティウシーユ、ディカヨ、モドッティ。エスりらえすやうなヤク、ユリラ。エス んちヌちわちじゅゆる涙ぬぐいみせん4番まであります道ちまいてうしゆりかよもどって十字架にいめるやすゆみらにむみじすみなちゃるんちヌチヌバチいぬちすくらりておゆびみせん本当はこれはねみさんにわかる言葉で <laughs> 説明、ねね、しないといけないんです。はい、時間がないですからね。もう少し解説をあの、はい、急いで。まあ、はいあ。これはこれとしてですね。はい、先ほどのあの。私はですね。あの、まず、うちのあの、あの。小金言葉にね。はい、皆さんよく知っている。 キラマーミー氏がマチゲーミラン、うん、という言葉あるでしょ。<laughs> うね、これ東大も東大もと殺しですよ。<laughs> こんなにね素晴らしい言葉がねありますね。もう一つだけうち <laughs> のあの古いか言葉にね。ねえーえー、っとねどこでしたかねあのこういう言葉があるんですよあのだ予定してたのはどこにあの逃げちゃったんですかね。 あの「シー」と「やんめい」や「各チェーン」なら、はいねまあ、覚えてるけど「シー」シーというのはね借金なんですよ。と普通はね自分の弱さ醜さというのは人に言,うあの言わないんだけどこれは言った方があの解決される、うん、得になると。な、うん、なぜならばですね 相手がそれをサポートしてくれる解決を与えるという意味ですよ、うん、言わなければね<っ>分かんないしね<っ>、うん、これがね内縄の苦がに言葉ですね<ー>聖書の言葉じゃないんですけどね、うん、聖書の言葉に通じるあの意味があるということですね、うん、まあ私はあの今日はねあの神言の一章の七節だけ神薄り生無慣れの無と 私が牧師になった時にですね、こここれはあの百あるんですよ。言葉がですね、大体覚えてたんですよ。この百ですね。みんな同じ言葉じゃないんですけどね。まあ先ほどね先生おっしゃったもの、自分の弱さもね認めてあのねするっていうことも大切だということを言わんとしてるんじゃないですかね。まあもしあの まあ、毎,毎週とか毎月ということにはいきませんけどね、うんねうん、私は失う口で聖書を作ろうという運動をあの起こしているものの一人としてもし機会があればです信、ね、玄、うんうん、の神言の,あの言葉をまた皆さんでね、うん、ご披露する時が与えれば、また来たいと思いますから、そ,ね、その時にまた別の言葉をご紹介したいと思います。すねはい、ありがとうございました 沖縄の言葉にはね、いっぱいあの素敵な素晴らしい言葉が数多くありますので、その一つ一つね、またあの、うんえー、先生ね、おっしゃっていただければと思います。まあ、ラジオお聞きの皆様、えー、どうぞ、えー、大変な、えー、ね苦難もありますけれども、皆様と共に神様がおられます。えー、慰め励まし。 皆様の上に祝福が豊かにありますことを願っております。祈っております。どうぞまた来週までお気をつけて、はい祝福がたくさん注がれますことを願い感謝してお祈りします。amen はい,あり,いありがとうございました。また来週。はいまた来週。失礼します。 she sure.